こんばんは、五十嵐玲です。今週は高松の宮記念の前哨戦となるシルクロードステークスが京都競馬場で開催されます。過去にはファイングレインやロードカナロアなど高松記念の優勝馬を数多く輩出しているので、どのようなレースとなるのかをしっかり見ておきたい前哨戦だと思います。そして今週もこのレースはみんなの馬券のコーナーがありますので、皆様の参加もお待ちしてます。それでは今週もよろしくお願いします。では予想の前にみんなの馬券コーナーのルールと内容を説明します。選べる馬は今から私が予想する馬4頭の中からお一人様1頭に限らせていただきます。で、投票に関してはこのレースの YouTube コメント欄に馬名を書き込んでいただいてコメントをしていただいたら1票とさせていただきます。で、YouTube 以外のサイトからのコメントやメールによる投票は無効となりますのでご了承ください。それから買い目は私が選んだ本命馬は単勝馬券で購入で、対抗以下の馬の場合は副賞馬券で購入とさせていただきます。それでは今から予想に移りたいと思いますのでよろしくお願いします。今回本命に選んだのはソルベイグです。フィリーズレビュー函館スプリントステークスを優勝して、去年のスプリンターズステークス3着に好走した大和メジャー3区の馬、スタートのうまい馬なので今回のメンバーなら早めからの好位置を取ることができそうなので、連帯までは外さないのかなと見て本命に選びました。鞍上にもミルコデモーロ騎手が予定されているのもプラス材料だと思います。そしてダンスディレクターです。去年のシルクロードステークスを優勝した馬、鋭い差し足が魅力の馬なので展開の影響はあるものの、堅実な末足を活かせる展開となれば馬券圏内への浮上は考えられそうです。故障前は G1 タイトルも期待されていたほどの馬なので構想に期待したいと思います。続いてはネロです。京阪杯を優勝したヨハネスブルグ3区の馬、粘り強い先行力が魅力の馬なので今回のメンバー的にもすんなりと前々につけてくれそうなので、馬場も味方につけて馬券圏内に絡んでくると見て選びました。今回のメンバーで粘り強い競馬ができれば G1 の舞台でも楽しみな一頭となりそうです。次はブランボヌールです。函館2歳ステークスとキーンランドカップを優勝しているディープインパクト3区の馬、過去の戦績を見る限り函館、札幌とパワーを要する洋芝での適性がある馬なので、荒れた今の京都の馬場はこの馬にとっては好材料となりそうです。決め手にかける馬なのでパワーを要する展開が求められますが、今の馬場状態なら可能性は期待できそうです。では今回の馬女スタジオからの予想は以上の4頭を馬単のボックス合計12点で的中を狙いたいと思います。そしてみんなの馬券は以上の4頭の中からの投票をお待ちしております。3コーナーの下りから一気に加速する京都のスプリント戦、スピード馬が台頭するのか、スタミナのある馬の速い仕掛けが好走するのか、とても楽しみなレースとなりそうです。今回は大混戦となりそうなネギシステークスの狙い撃ち予想も配信しておりますので、お時間がありましたらそちらもぜひご覧ください。そして今週も皆様のチャンネル登録をお待ちしております。それではまた来週お会いしましょう。